場前のポケットモンスターオメアルビーアルファサファイアで初バトル。次回のポケテレはあのポケモンがメガ進化。ポケモンオメガルビーアルファサファイアの驚きの新機能も大公開。オメガルビーアルファサファイアメガ情報。さあ今回は冒険の最初のパートナーとなる3匹のポケモンをご紹介します。こちらをメガどうぞ。冒険のパートナー候補となる重要なポケモンをチェック。物語は三城タウンに研究所を構えるポケモン博士小田巻を助けたことから始まります。森トカゲポケモン、キモリ。キモリはジュプトルに進化、さらにジュカインに進化します。ジュカインがメガ進化したメガジュカイン。ヒヨコポケモン、アチャモ。アチャモは若さもに進化、さらにバシャーモに進化します。バシャーモがメガ進化したメガバシャーモ。ヌマウオポケモン、ミズゴロウ。ミズゴロウはヌマクロウに進化、さらにラグラージに進化します。ラグラージがメガ進化したメガラグラージ。前作同様ポケパルレの機能もあるので、君が選んだポケモンとの絆を深めよう。どのポケモンも釘付け。すごい、進化すると超かっこいいですよね。やっぱかっこいいんだね。メガジュカインに。さあお待たせしました、ここからはスペシャル企画。今日はなんとグラードを借りてきたぞ。グラード、一足先にポケモンオメガルビーアルファサファイアを借りてきてポケテレで初のバトル。高局長、やるときはやる。俺がグラードを使うから俺と戦いたい人いるか。ショコタン、いいんですか。ショコタンには特別にね、グラードンが苦手な水タイプのポケモンが入ったソフトを貸してあげよう。あ、いいんですか。有利じゃないですか。やっちゃっていいんですか。いいよいいよ。水タイプの技が苦手なグラードンだが、タカ局長の作戦とは。 CM の後いよいよ初バトル。いよいよポケモン、今日僕はチクワの。行きましょう、バトルスタート。いよいよポケモンオメガルビーアルファサファイアで初バトル。うん、うわグラードン、いいな、でもこっちは水タイプで揃ってるもんね。そうだよね、圧倒的に有利だよ。これその時、あれ、うわ、電子回帰、電子回帰した。そうだよ。特性は終わりの大地。あ、ちょっとこれ原子グラードの特性で日差しがとても強い状態になっちゃったから、これじゃ水タイプの攻撃が全部無効になっちゃうじゃないですか。そう、原子グラードンだけが持つ特性、終わりの大地の効果で天気が日差しがとても強い状態になる。日差しがとても強い状態になると水タイプの攻撃技が無効になってしまうのだ。あれ、タカ局長貸してくれたの、スターミーとキングドラ水タイプの技しか覚えてないから何もできないじゃないですかよ。辛いよ。そして原子グラードンの大技が、あ、蒸発しちゃった。うわうわあ、これはうわ、いや、どっちも攻撃、強っ。どんだけ笑ってんだよ。原子グラードン強い。これが原子グラードンの強さだ。すげえなこれ。グラードンだけが覚える断崖の剣は複数の相手に攻撃できる地面タイプの大技だ。原子回帰することでより一層強くなったグラードン、みんなもバトルで使いたいよね。あと今日バトルではお見せできませんでしたが、原子火曜画の方もとんでもなく強いですからね。いやーこれも見たい。ではとっておきの映像を見せちゃいましょう。海洋画が原子回帰して原子海洋画に。
電子海洋岩になると特性が始まりの海になり、天気が強い雨状態になる。炎タイプの攻撃技が無効となるのだ。さらに海洋岩だけが使える技、根源の波動は複数の相手に攻撃ができる超強力な技だ。